中国のリニアモーターカーの現状がヤバすぎて、日本では2030年頃に東京名古屋間を時速500キロおよそ40分で結ぶリニアモーターカーが誕生するんですけど、実はすでに中国では走ってます。それが上海トランスラピッドって言いまして、世界初のリニアモーターカーとして2002年から時速430キロで走っていたんですが、残念ながら現在この中国リニアは無用の長物と言われています。じゃあね、なぜ無用の長物と呼ばれるようになってしまったかっていうと、結論、地域住民の大反対が起き、総距離200キロで全線開業する予定だったのにもかかわらず、現状上海市内にも入れず、空港から上海郊外までの30キロしか開業できてないからです。そしてね、もちろんお客さんはほとんど乗っておらず、経営難が長く続いているため、自慢の430キロ運転も影を潜め、300キロ運転しか行っておりません。でね、このような中国リニアの地域の大反対が起きてしまって、全線開業できずに赤字という現状に笑っていられないのが日本のリニア中央新幹線計画なんですよ。現状ね、大井川問題なので静岡県が大反対してるので、リニアの静岡区間が作れず、当初ね2027年に開業する予定だったんですが、今ではいつ開業するのかわからなくなっているじゃないですか。もし仮に部分開業という形で、名古屋から長野県飯田市までの往復と、品川から山梨県の甲府を往復となった場合、もちろん需要が少なく、大都市東京と名古屋を結べないため、中国のような赤字が続くと噂されています。さあ、中国リニアや日本のリニアは果たして当初の計画通り全線開業し、黒字化することはできるのでしょうか。戦前に存在した幻の新幹線計画とは何か。新幹線は1964年世界初の高速鉄道として運行を開始しましたが、実は日中戦争が行われていた1937年に東京と北京を結ぶ幻の新幹線計画があったのです。ルートは東京、大阪、下関、対馬を通り、現在韓国の釜山、現在のソウルである慶城、当時の満州国である奉天、そして終着駅北京というルートで計画されており、速度は200キロで、所要時間は下関までが9時間、北京までは50時間とされ、弾丸列車計画と呼ばれていました。でね、大国との間に新幹線通すのなんて無理ゲーすぎと思う方もいらっしゃると思うんですけど、当時は韓国併合、中国の一部も満州国として無理やり日本の支配下に置いていたので、農地買収は簡単でした。ちなみに下関と朝鮮半島の間は海底トンネルで結ぶ予定でした。そしてね、実際に1954年の開業を目指して工事が行われ始めたのです。ですが、ご存知のように戦争に負け、外国の領土を全て失ったので、この計画はパーになったわけです。ただね、日本本土の用地買収や工事は結構行われていたので、それをふんだんに用いて、戦後わずか19年で世界初の高速鉄道東海道新幹線が開通したわけです。という感じで、戦前の日本の幻の新幹線計画は実現しなかったわけですが、驚くことに近年、幻の新幹線計画以上のことをやろうとしている国がいます。それが中国です。中国はつい最近まで短い新幹線が2つしかなかったのですが、ここ数年で中国全土に拡大しており、そして世界各国にまで鉄道網を拡大しようとしています。これはかつて日本が思い描いていた中央アジア横断鉄道の規模拡大バージョンであり、驚くことにすでに国連でも提唱されています。さあ、日本が再び新幹線で大陸とつながる日は来るのでしょうか。ということで、今回は戦前に存在した幻の新幹線計画について話してみました。ぜひコメント欄に感想や動画のリクエストなどお待ちしております。そしてインスタグラム、TikTok、YouTube のフォローガチで頼みます。ご視聴最後まであざし。